はいどうも、キスケです。ということで、本日は水曜日ということで、アップデートがなされました。見ていきましょうか、お知らせの方ね。まあ、6周年が落ち着いたっていうことかな。一番大きな出来事といえばね。さあ、一番上、6周年アニバーサリー高野祭ということで、まあ、ここにいろんなイベントが載ってるって感じかな。多分ね、ありがとう6周年、皆様への感謝を込めて、6周年アニバーサリー高野祭を開催。高野祭も豪華なイベントが目白押し。まだまだアニバーサリーは終わらないということで、はい、長いですね一体いつまでやってんだと言いたくなりますよ。確か6周年ってさ、5月の末ぐらいからやってなかったっけ。で、ここお知らせ見てみると、さらに7月29日15時は1日限りのスペシャルイベントも、まあ、それも6周年の高野祭ってことでしょ。2ヶ月やってんのか、周年を長すぎやろ。ぐだるぐだる、マジで。これはひとまとめになってるやつを見た方がいいのかな。まあちょっと見ていくか。はい、まず6周年高野祭、毎日プレイして豪華報酬をゲット。1日1回挑戦できる特殊イベント、毎日プレイして豪華報酬をゲットしよう。らしいですね。で、6周年高野祭、タワーを踏破して先行の時の結晶を獲得。まあ、これね、ちょっと見たんですけど、イベントの方ね、クソ長そうやったわクソ長そうやった。なんか60回ぐらいまであったような気がする。めちゃくちゃめんどくさい。まあ、オートで勝てるとは思うけどね。で、私を超えるのは誰だ、目指せ1億ダメージ、とびきりの全開パワーでチャンピオンを超えろ。私を超えるのは誰だは、出撃条件にあったパーティーでライジングラッシュの大ダメージを狙うイベント。君だけの最強パーティーとテクニックで最大ダメージに挑戦しよう。ライジングラッシュのダメージに応じてチャレンジ達成、たくさんのチャレンジを達成して報酬獲得を目指そう。へーみたい。そうなんや。ライジングラッシュの総ダメージで報酬が変わるみたいな、そういうイベントか。いいやん。称号もかっこいいね。チャンピオンを超えたもの。で、ホイポイか。高野祭。さまざまなコンテンツに挑戦してホイポイコインを手に入れよう。ステップ形式ね。はい。7月の31日まで、って感じか。で、高野祭超ログインボーナス、特別なログインボーナスを開催。期間中にログインすると最大で300個の時の結晶でスリーブ、らしいですね。これブルマかブルマだブルマなんや。で、冒険ね、星に願いよ。あ、めっちゃかっこいいやん。このレアドロップアイテム。めっちゃかっこよくない？はい、事前改革成果。まあ、この辺は個別であるでしょう。で、ウルトラベジットブルーとウルトラゴジータブルーが復刻となります。まあね、これ低いんやったら俺はゴジータ4を追いかけた方がいいと思いますよ。で、ゴジータ4持ってるんやったら、合体スーパーベジットと合体ゴジータブルーを追いかけた方がいいと思いますよ、僕は。まあ欲しかったら別やけどね。で、ランキング1アンケート、ああこれ詳細あったんや。なるほど。全5ステージ2日ごとにステージが追加。はい、ステージ詳細。あ、レッドのみ、イエローのみ。ああなるほどね、属性で縛ってくる感じか。はいはいはい。ああまあ一応全部欲しいけどね。攻略アドバイス。ここまでお知らせを読んでくれた君に、ライジングラッシュで大ダメージを出すコツをこっそり伝授しちゃうぞ。1、ボスの特徴を理解しよう。バトルメンバーは必ず3体で出現。2体以下になるとボス、2体以下になるとボスの防御力が大幅アップ。ダメージを出すことが非常に難しくなってしまう。あ、そういう感じ？
まあ、本来は味方が落ちてれば、ライジングラッシュの火力が上がるんですよね。PVP とかだと。まあ、それが逆ってことか。そういうことよね。だから味方落とされないようにやろうと。で、交代をうまく使ってみよう。キャラクターを交代することで味方の余ダメージをアップするキャラクターをパーティーに編成しよう。うん。能力低下効果をボスにたくさん重ねよう。敵に非ダメージアップの能力低下効果を与えるキャラクターも非常に有効。必殺アーツをライジングラッシュに組み込もう。あ、そうね。ライジングラッシュ演出中でも必殺アーツの威力は健在。カード選択時は必殺アーツ以外も選択し、必殺アーツ以外を選択しよう。はいはいはい。らしいですね。なるほどね。まあ、なんか最新キャラクターで全開アビリティ乗っけて手札必殺アーツまみれにしてライジング打ったらいけそうやけどね。そんな甘くないかな。で、スーパー E 神論全開覚醒ということで、まあ、ちょっと性能見ていきますか。覚醒。必殺アーツが特大ダメージ。必殺用ダメージ 30% アップ。ドラゴンボール1つ回収。控えメンバーにも与えると。50% の確率でドラゴンボール破棄。で、メインアビリティ。手札3枚以下の場合、カードを1枚ドロー。体力 25% 回復、気力40回復、能力低下状態上を解除、敵全体に体力非回復量 50% ダウン、非ダメージ 30% アップ。お、これいいやん。ライジングラッシュに、あのキャンペーンで使えるんじゃないか。非ダメージ 30% アップ。特殊アーツのコスト10アップ。で、特殊アーツ。発動時カード1枚ドロー。気力40回復、特殊カバチェン無効5カウント、ドラゴンボール1つ回収と。全開アビリティがイエローかつ GT。うん、使いやすいね。で、ユニークアビリティ。4ダメ80、被ダメ60。踏ん張り。体力 30% か。で、4ダメージ 30% アップ。属性相性不利無効。35カウント。ほう。手札すべて破棄。敵全体にメインアビリティの使用禁止5カウント。場に出たとき、気力30回復。4ダメージ 60% アップ。全圧コスト5アップ。味方または敵がライジングラッシュ発動時、余ダメージ 60% アップ、気力回復速度 100% アップ。火力結構出そうやね。で、カバチェンジ、非ダメージの属性相性不利を無効化15カウント、気力40減少、手札1枚破棄、敵全体に必殺究極覚醒アーツの威力 10% ダウン。打撃射撃ヒット時、必殺アーツドロー。ほう。で、控えにいるとき敵が究極覚醒ライジングラッシュ発動時、待機カウント10カウント短縮。おお、いいじゃない。いいじゃない。普通になんか使いやすそう。絶対に俺には勝てん。場に出てるとき敵のアーツによる攻撃を受けると、体力 5% 回復。余ダメ 10% アップ。自身の体力が 50% 以下の場合、敵の気力を30減少。敵の攻撃終了後、余ダメ 20% アップ、ドロ速1段階アップ、非ダメージ 10% アップ。まあ使いやすそうって感じかな。まあでもベビーいるからな、 GT パーティーには。そこなんだよな。そう、同じ属性に優秀なね盾キャラがいるんで、まあ、そこがどうなるかって感じかな。はい。で、タワーのやつね。ステージをクリアして時の結晶をゲット。1000個とチケットが30枚。これめちゃめちゃ長そうやったわ。時間あるときにオートで周回するしかないね、これは。で、ほいぽい。主な入手先は、まあ、スタミナ消費して、あれなのかな、多分ゲットするのかな。で、報酬が、時の結晶300個、最大。で、大きなアーツコア。出た。ステップが終了するとこんなに豪華なアイテムが出てくる可能性があるぞ。かっこ出てくるとは言ってない。はい。出たやつおんのかよ、このマルチ600とかマルチ100とかに関しては、まあ俺も出た気するんだよな。うん、それは知ってるんやけど、600出たやついんの見たことないねんけど。 X とかで星に願いよ。いいね、コンペイトーか。はあ。まあ、7月やからって感じ。で、フラグメントコレクション。はい。あー、なるほど。これは前からあったんじゃないの。
なんか勘違いしてるか俺。で、超時空決闘、はい。まあ、これも前からあるね。うん。てな感じっすかね。力の大会開催、はい。超時空ラッシュが開催、はい。確認してる不具合、いっぱいあるわ。わ、すげえや。全部読むのダリ。ゲームアップデート、各種データの更新。うん。で、終わりかな。うん、そんな感じっすかね。はいはい。まあ、このアンケートにね、このアンケートね、俺も答えちゃったんやけど、ドラゴンボールスパーキングゼロ購入しますかみたいな欄があって、あ、なんか認識してんだと思って。公式 X とかではね、あの、ブレイカーズのツイートとかはね、よくリツイートとかしてるんやけど、スパーキングゼロに関してはさ、ライバル視抱いてんのか、全然リツイートとか宣伝しないじゃないですか、レジェンズがね。ああ、ちゃんと触れるんやと思って。俺は絶対購入するっていう欄にしたんですけどね。はい。てな感じでした。うん、いかがだったでしょうか。まあ、高野菜ということでね。高野菜含めると、まあ、ちょうど2ヶ月、6周年があるわけですけども、まあ、長いなって思いますよね。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。